公官米は中華民国の軍人。越軍出身で、後に国民革命軍の有力指揮官となり、日中戦争でも日本軍と対峙した。字は墨林。後に、香港公民教育委員会主席となった、公、釈がいる。1912年、広州に出て、法律、政治を学び、また中国同盟会に加入した。1916年、 関東解剖司令部に就職したが、当初は軍艦の初期を務めていた。3年後に関東五国軍第五軍軍艦工部堂に入学し、卒業後、越軍第一市に配属される。以後、越軍軍人として着実に昇進を重ね、越軍実力者の陳渡る党に所属した。1928年、国民革命軍第四軍第十二市市長に昇進する。 北伐後の1929年に第8掃除内逆軍第60師師長に任せられた。1931年11月、中国国民党第4回代表大会で中央観察委員に選出されている。翌年、第1集団軍第2軍軍長兼公衆公安局局長を務めた。1934年に一時引退して郷里に戻っている。 1936年、大子祖事軍副総司令として復帰し、合わせて陸軍中将に任せられた。日中戦争勃発後は、第九集団軍に所属し、1939年、第九集団軍副総司令兼第四、先駆挺進隊、上がれ式書主任を務める。翌年、越編副総司令に転じた。 日本側の表によれば、軍人としてよりはむしろ外交官型の男で、万事除災なく、蓄財の道にひいで骨董なかん花く、過敏類の収集家として有名であるとのことである。事実、1939年には、香港で開催された関東文物展覧会、光カル委員を務めるなどしているが、それでも、日中戦争期間を通して、関東軍の第一線にあり続けた人物である。 戦後は国民政府軍事委員会公衆業長い副主任に任ぜられる。1946年、関東文献管理事となり、1948年には雪のり国民大会代表に選出された。1949年2月、関東省政府委員に任ぜられている。国境内戦後は香港に居住する。ただし、第2期から第6期まで国民大会代表を務め、 国民大会が開催される時期には台湾に赴いてこれに出席した。1978年8月17日、香港にて病没。去年89。ありがとうございます。